TBS 系金曜ドラマ、不適切にも程がある。毎週金曜あと10時に出演した、錦戸亮が、自身の公式 SNS を更新し、純子役で共演した、河合優実とのオフショットを公開した。第5話で、女子大学生となり、ディスコを満喫する純子を河合が、ディスコの黒服で後に、夫となる譲るを錦戸が演じた。実は、この二人、昨年放送のドラマ、家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった、NHKBS プレミアムで父子を演じ、今作では、夫婦役での共演となった。公開されたオフショットでは、黒タキシード姿の錦戸と、ド派手なミニ丈ボディコンを着こなした河合がノリノリな、笑顔を浮かべている。純子ちゃん譲る、不適切にも程があるふてほど、かぞかぞというハッシュタグが添えられ、ファンからも、かぞかぞ、コンビの共演泣けました、再共演嬉しい、親子から夫婦、似合ってる、イケイケ、などの声が寄せられている。